2023年4月29日にブギーダウン、新しいイベントブギーダウンを控えて、俺たち東京のオリジナル B ボーイにとある情報が紛れ込んだ。それはそのブギーダウンの中で行われるコンテンツの中で東西のオールドスクールダンスバトルがあるという、その話を聞いた時に俺たちは全く馬鹿げたことだと思ったけども、こうやって集まってしまった。で、西の連中は東に対してちょっと煽ってきてるっていう話が入ってきました。西は結構本気だけど東はどうなの。もちろん本気なわけねえじゃねえかバカ野郎、お前らが本気で来るんだったらでも俺たちだって抜いちゃうよ、普通に東京スタイル出しちゃうよ普通に。俺たちあくまで普通にやるってことが昔からのテーマだからね、普通にやらせてもらうよ、死ぬなよ、アンサー待ってるぜ。西の連中煽ったその見返りというかそういったものを全部一言言ってやってくれねえか。老いぼれどもはもうみんな博物館に帰れ一言言ってやってくれよ。日本のヒップホップの歴史は東にありだ、分かったか。一言言ってやってくれ。俺たち原宿が作った強力なメンバーだぜ、見てろよ。4月29日楽しみにしてな。